はい、こんにちは、コムさんです。ランチャーね、久々のランチャーになるのかな。ちょっとコムさん喉の調子が悪かったりでね、数日空いたりとかしたんで、結構ね、長く間空いちゃいましたけども、ランチャーのね、ストラトスピレリね、続きをやっていきたいと思います。もうね、これでもう完成なんですね。まずはね、こんな感じでね、完成なんです。ピカッと綺麗にね、出来上がったっていうランチャーとしては完成なんですが、前回動画で、まあ、完成の宣言はしなかったということでね、もうお察しいただいてると思うんですけど、今回ね、汚していこうかなと思います。こちらのね、ミスターウェザリングペーストね、クレオスさんの、塗料というかな、ウェザリングペーストですね。これ使ってね、いきます。あと、まあ、土、ちょっと湿った土という表現でね、これ使う可能性もあるんですけど、多分ね、もう乾いてる状態、乾いてる状態にすると思うんで、もうほぼこれで、ほぼというか、もうこれでもう一つでね、終わるかなと思うんですけど、まあ、やっていこうと思います。で、手加えたところとしてはね、アンテナをちょっとね、後ろ向けに曲げました、これ。見えるかな？こんな感じでね、曲がってるんですね。曲がってるんです、実写の画像もね。だからこういう風にしました。はい。そしたら、汚していきたいと思いますが、ね、本来やったらね、この辺りから、筆を使ってちょいちょいちょいとこうつけて伸ばしてやっていくんですけど、今回まずね、ちょっとこの中も多分汚れるだろうから、周り汚れてるのに中が真っ黒っていうのも変なんで、まず中から汚していこうと思います。ということで、ここね、これ一旦外します。どのくらい汚すかなっていうね、ところでもあるんですけど、まずは、ここ汚していこうかな、この中ね。はい。それでは、多分ね、中、内側はね、結構土がついたりとかね、すると思うんですね。ですので、まあ、いつもこれね、コムさんあれです、掃除用に使ってる筆なんですけど、これで、ちょっとちょんちょんとね、こうつけて、こうね、まあ、取り皿にとってもいいんですけど、もうこのまま行こうと思います。ちょっとつけすぎね、これは。もうつけたらつけるだけ、どん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 ついてくるんで、はい。まあ、これでいこうかな。タイヤもほんま外したいんですけどね。どん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 汚していきます。タイヤ。タイヤ外すとなるとちょっと大変だな。ちょっとね、これ、ミスターウェザリングカラーの、専用薄め液ということになってます。これね、ちょっとここに入れときます。で、ちょっとね、こう薄めつつというかな、塗りやすくしつつね、ちょっとちょんとつけて、ちょんとつけてね、こうつけていくと。つってるでしょうか。このあたりもどん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 汚していきます、中ね。で、タイヤも別についても問題ないんで、はい。隙間のないぐらい汚していきます。この中はね、もうしっかり見えるもんでもないんで、だいたい雰囲気汚れてたら OK かなっていう感じでつけとこうかなと思います。はい。ついでにもタイヤいっちゃう、タイヤいっちゃいましょうか。タイヤはね、この中にちょっと入れたいんで、ごってりとつけてこんな感じね、まんべんに入るはずなんでね。ただね、その、砂利道、ね、濡れていない砂利道とか、なんでしょうか、ね、舗装されたとことか、まあ、走るとしたらね、このタイヤについた汚れっていうのはもう取れちゃうんで、この溝に入ったやつもね、多分飛んじゃうと思うんで、そんなにつけなくてもいいのかなとは思ってるんですけども、まあ、とりあえずね、汚していきましょう。これつけた方が入るのかな。あ、入るね。完全に入るんやけど、ちょっとなんか滑らかなしっとり感持って入っちゃう感じがするな。まあまあ、ぬかるんでるんでね、こう、
べちゃべちゃとした泥なんで、まあ、こんな感じで入るんやろうなっていう感じで、まあええと思います。で、この泥道を走った表現ではなくて、まあ、泥道を走った表現ですけど、それを、ね、その後また走行、ね、硬いところを走行した後の、こういう感じで汚れてますねもう触らん方がええんちゃうんっていう感じになってますけどね、はい、ホイールも汚していきます。ホイールはね、この感じかな。あ、ちょっとつけすぎた綿棒、つけすぎた場合は綿棒をね、溶剤を吸い取って、こんな感じでね、つけていきましょう。こんな感じでしょうか。中もね、しっかり汚していきます。よいしょ、いいかな。そして、ちょっとね、ティッシュでこうね、溶剤をちょっと余計目につけて、かすれた感じを、ちょっとティッシュこっち置こうかな、はい、ちょっとティッシュ目な位置になりますけど、こっち置いて、こう回転するものなんでね、こう回転して汚れてるような感じを、こう出していく、この均等に。ちょっとホイール汚れすぎなんでね、ちょっとこう、こんな感じかな。ホイールはね、ちょっとこう拭いた方がいい感じにはなるんかなと思うんですけどね、白く汚したいだけなんでね。こんな感じかな。ちょっとそしてこれで様子見てみましょうか。何かにね、こう置いてね、こうカッ、あ、こうセットしといてね、こうクリクリクリと回してやってもいいんですけども、まあ、こんな感じでいきましょう。これ今日で終わるかな、このウェザリングの作業ウェザリング作業続けますになるかな。カットしてもらったらね、いいんですけど、まあ、楽しいですけどね、泥遊び、大人の泥遊びみたいな感じ。この辺はもうね、感覚ですね。どのぐらい汚れてるかなっていうのはね、もう自分の好みですよね。こんなもんかなとかね、いうところは、はい、まあこんなもんでしょうか。またね、後でちょっとこう乾いた質感の時にね、いい感じで取るなり塗るなりね、すればいいんで、こうタイヤもうちょっと取りたい。これはね、綿棒の方がいいね。
これはね楽しんじゃうからね、結構楽しんじゃうからなかなか進まないですね。これはこんなもんかな。そしてねちょっと不足してるなっていうところはまたねつけていけばいいんで、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。でもうちょっとね、タイヤの表面はもうちょっと走ってるんで、もうちょっと取っていこう。全体的にね設置してるんで全体的に取っていく。まだタイヤ1本目ですねこれ全然進まないよ。あの楽しんじゃってるんでね、楽しんじゃってるんで全然進まない。最初の一発目の汚しの時にあれですね、ちょっと溶剤を含まし気味でいったらね早かったかもしれないですね。あとはね、筆、幅広の筆使ってもいいかもわかんない。はい、こんな感じでいいかな。タイヤね、ちょっとタイヤ汚れすぎるかもしれないですけどね。なもんですか。でしょうか。かなり汚れてる。ホイールがちょっと汚れすぎるかもわからないね。もうちょっと緩めようかな。ちょっとこれ汚れ取れてたりしてね。まんべんじゃなくて若干取れてるとこあったりとかね、なもんかな。はい、そしたらねこれで OK ということで、はい、前ね、前のこの中いきます。こんな感じかな。この辺もちょっと汚しとこうかな。乾くのが時間かかっちゃうんでね、ドッキングさせなあかんのでね、これタイヤ終わったら。ベタベタベタっとね塗っていきましょう。コムさんあんまりこのウェザリングっていうのはあんまりねやらないんで、久々というかね、もうほぼ初めてって言ってもいいぐらいの、ね、感覚なんで、
楽しいね、めっちゃ楽しい。はい、タイヤね、最終的には、ちょっとね、こう、溶剤ちゃんちゃんと塗って、全体的にね、ティッシュでね、こうね、軽くこう、拭き取っていきます。回転が、こうなんでね。はい。こんな感じかな。こう拭き取っていきます。回転してるようにね。拭き取っておきます。ちょっとこう擦れた感じ、擦れてこっちでね、擦れてこうね、走ってるよという感じが出てると思うんですけどね。まあこのぐらい、ここまではねタイヤ見ないと思うんですけどね、思いますけども、一応ねこんな感じでもうちょっとこうかすれさしとこうかな。これこれもね、溶剤つけてティッシュでスーッとね、一発で擦ったらいいんですけどね。こうちょっとこうね、端っこが汚れてますよ的なね。あんまりつけすぎると取れちゃうんで、まあこんな感じかな。フロントタイヤはね、こうこじるんでね、あっち見たりこっち見たりしてるやろうなっていうのがあるんですけども、汚れがね、汚れがですよ。ウェザリングたっぷりつけたのにね、どんどん取っていくのはもったいない気はするんですけど、はい、まあこんなにね、がっつり汚れるのってまあないと思うんでね、ちょっと取れてたりとかね、部分的に汚れてたりとかっていうのは。でしかもね、あの砂利道を、この汚した後に砂利道をね、爆走したっていう感じで、汚れがね、かすれ取れていくと思うんで、どうかな。はい、ちょっと汚れてますよぐらいのね、感じで、もっとね、表面取ってもええかもしれないですね、タイヤは。このね、ここですね、もうちょっとこすっていこうか。アスファルトなんか走ったらね、一発で黒くも、ゴムに戻っちゃうんでね、ゴムの面に戻っちゃうんで、こんなに汚れてないとは思うんですけど、砂利道を爆走したくらいの感じでね、それでも取れると思うんですけどね、汚れはね。こんな感じで、どうかな。
これで釣り合い取れましたね。はい、もうちょっとフロントこすっとこうかな。よし、こっちも。はい、こんな感じでね、汚しました。ここなんで汚さへんねんっていう話ですけどね。ここはね、節約かな。うん、節約っていうんでもないですけど、まあまあちょっと汚そうか。ね、全体になっちゃうんでね、そうなると。このね、端っこの方にこう、ちょっとこう真ん中ら辺もこう汚しつつね。こううっすら汚してね、うっすら汚して、で、部分的にね、そうこうしてるんで、なのかな。こんな感じでいいんじゃないかな。はい、まあこんなもんでしょう。そこね、こんなに汚れるかどうかわかんないですけどね。はい、これね、写真の方は OK としましょう。はい、肝心のボディの方ね、やっていきます。ボディの方もここね、この中がね、げっとり汚れると思うんで、まずここつけていきましょうかね。げっとりとここですね。こんなぎっとりつくかな。ボディはね、こっちね、まずさっきね、ちょっとこううっすら汚れてるやつをね、つけていきます。この、ね、溶剤つけて、あ、ちょっと多すぎる。こんな感じかな。
感じかな。ちょっと跳ねてメールでしょうか。はい、そしたら次ね、これで、ここね、汚していきましょう。こんな感じでしょうかね。この辺りちょっとうっすらだけこうね、汚れてないことはないと思うんでね、この辺りも。そしてこうしといてね、ちょっと待ってください、ね、そうだ、ここね、先にこれ、ここをね汚しといて、これね、あのマットガードね、ちょっときっとりつけておこうかな。きっとりね、つけて、いくらなんでもね、土そのままバツッとついてるってことはないと思うんで、こんな感じかな。で、この辺りもこうね、汚して、修正は後で効くんでね、この辺りだけ、ドッキングしてやりにくいところだけ、先に汚しておきます。こんな感じかな。この辺もちょっとこう見えたかなね。こんな感じ。はい。そしてね、これね、まずこっちちょっとさっき汚しましたけど、これドッキングさせます。これ汚しちゃうとね、ドッキングさせにくいんで、ね、ちょっと手順間違った感じがありますけども。はい。こうですね。あ、エキゾースパイプ、マフラーもね、きっとり汚しております。で、ここ入れて、よっと、こうね、で、ここ入れて、よいしょ。はい、ドッキングしました。はい、かなり汚れましたね、これはかなり汚れました。そしてまだどん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 汚していきます。
ちょっとこう固まったところでね、溶剤をつけてこうなじませるといい感じで、こうね、あの細かい汚れというのかな、ほこりの汚れね、こう溶剤で溶かしてささっとやると綺麗についてくれます。ちょっとこうね、もうポイントポイントでこんな感じかな。部分的にね、ね、いっぱい汚しちゃいますよね、楽しいからね。そんなに汚すかっていうぐらいね、汚していっちゃいますけども。で、まあこんな感じかな。こう薄い汚れをねつけといて、こういう汚れをつけたら雰囲気出ますよね。マットガードのこっち側でどんな汚れなんだろうな、こんな感じでいいのかな。そしてもうちょっとね、ここを薄くして、ここもうちょっと薄くします。で、こんな感じかな。ちょっとこの辺りってね、あのフェンダーあるんで、ここまで汚れ飛ぶかどうかっていうのもあるんですけどね。はい、そしてね、これちょっとまずいな。これちょっとここ飛んでもらうと後でね、まずいんですよ。これはちょっときれいにしとこう。ここは後でまたやりますから。あ、そうだ、これさっきね、ちょっとティッシュでこれ拭き取って、きれいに拭き取って、ここね、マスキングする予定なんですよね。はい、どんどん汚してますけど、ここね、マスキングする予定で、こんなね、マスキングテープ作っております。これをね、ちょっともっそくなくなってたな。こうして、ここ。ここですね。ワイパー。何もこれも。こうですね。こうして、そしてね、これは後であのまたやるんですけど、どうしようかな。上はね、比較的綺麗な状態で保ちたいなと思ってるんですよね。ちょっとうっすら汚したいのは汚したいんですけど、ちょっとつけていこうか。この辺は綺麗やと思うな。この辺ちょっとちょん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 とつけてね、こっちもこの辺からちょんちょんちょんとつけて、でこれはね、ちょっとこうね、へつってね、溶剤たっぷりめに含ませて、こうね、なじませていく。こっちも溶剤でね、うっすら汚れにしていこう。
そしてフロントガラスもね、ちょっとこう汚していきます。しっかりとマスキングできてるかな。流れ込むとまずいんで、ちょっとこう汚していきます。こんな感じでいいかな。でワイパーに、ワイパーちょっとこの辺あんまりつかへんと思うんですよね。うっすらほこりつく程度で汚しておきましょうか。こうね、つや消す程度、ちょっとまあつや消す程度というか、こんなもんかな。あんまり汚したくないんでね、上は。はい。で、ここ、ちょっとこう。いらないところはね、溶剤で削っ、つけてしまってんけど、これいらんなっていうとこね、いらんなっていうとこは溶剤つけてね、拭き取ってしまいます。それがまた汚れのね、いい味が出たりするんで。あ、ちょっといっぱいつきすぎる。汚れてんねんけど綺麗やねんけど、綺麗やねんけど汚れてるみたいなね何を言ってるんでしょうか。はい、まあ後でね、あれ、つや消しのね、クリアを若干軽めに拭いてもねいいかなとは思うんですけども、そしたらこの辺ちょっともうちょっと汚れがね、汚れというかホコリがたま足らないね、この辺ね。あんまりがっつり汚したくないんですけど、この辺はね飛んでこないんで、ホコリがちょっとこうかかってんなぐらいで、こうですね、ちょっとこうつけておこうか。フィルターのあたりと、そしたらこの辺もちょっと、
はい、ネットもねちょっと溶剤つけて、あんまりつけて汚れしすぎるとね、フロントって意外とそんな汚れへんような気がするんですよね。走っててね、あのタイヤで跳ねてるのはあるけどわからないですけど、飲むかな。でちょっとねこういうところをねわざとちょっとこう汚して拭き取りがち、拭き取り気味にね、ええ、したらホコリがね乗ってるような感じになってくれると思うんで、こんな感じで、あ、あった。ここのウィンカー取れちゃってましたね。はい。そしたらこれね、ここは拭き取ります。こんなとこね、あんまりつかないと思うんで。ホコリ程度でね。がっつり触ってたな。ここちょっといらないな。こんなもんかな、こっち側はまだ全然できてないんで、こっち側ね、こっち側は やりますね。こんな感じでね、バババッと汚しちゃいます。で、溶剤つけて、溶剤つけて、
ちょっと汚しすぎとちゃいますかっていう感じはしますけどね。はい、こんな感じでね、まあ、この辺もちょっとビビッとつけておこうか。こんな感じで。はい、そしたら今からね、もうワンポイント、ワンポイントね。あとまあちょっと多いなっていうところはコムさん消します、消しますが、ね、ワンポイントですね。ちょっと待ってくださいね。これここになんか。これでいいかな。ちょっとかましもんしてね。こうですね。そしてこうね、この辺りから。うわ、ちょっとかけすぎた。ピッピッピッってね。こんなもんかな。そしてちょっと次こっち。フロントガラスをね、もうちょっとやりたいんで。こんな感じで。飲もうかな。あんまりビダーってかかってんのもね、変なんでね。と言いつつ、ベチャーってかかってますけどね。何も取れた。ああ、ちょっとあれやな。ここちょっとね、羽が足らないので、こう、ピューってやっとこうか。でね。で、もうちょっとやりたい。あ、ここもかかってんね。ここでもね、もうちょっとね、ほこりっぽくしたいんやけどな。一回消そうか。これね、もう塗ってね、溶剤でこうやって、ここもね、ちょっと一旦拭きます。持つとこない。あんまり走りすぎたのか、このね、あれが取れちゃいましたね。あの、マットガードが。マットガード取れちゃいましたよ。こうや。流れ的にこんな感じにしといた方がいいね。で、もう一回ね、ピッてやる。やりにくい。この辺りから。わぁ、ちょっとかかりすぎかもしれんけど。まあ、ええんじゃないかな。まあ、ええんじゃないかな。ここちょっと濃いね。ここちょっともうちょっと薄らごうかな。これはちょっと、あんまりつけすぎたな。こんな感じ。ですね。で、綺麗に拭き取りますね、一旦。で、もう一回汚れをね、ちょちょっと。そしてもう一回このね、羽を。ました。はい、こんなもんでええんじゃないかなと思います。あんまりね、ここちょっと跳ねないから、ちょっと跳ねつけておこうか。こんな感じでね。はい、どうかな。はい、ということで、めっちゃ汚しました。はい、こんな感じです。こんな感じね、どこ走ってきたんやっていう感じになっておりますが、フロントもね、ちょっとこう、まあ、擦れた感じで汚れてるっていう感じを出していっておりますが、このね、メッシュももうね、ホコリで汚れてるっていうことですね。あまりこの辺はね、汚れないと思うんですけど、はい。まあ、こんなもんかな。こんな感じだと思います。はい。ちょっとこうね、擦れた汚れにしとこうかな。こんな感じ。これ、筆とかね、綿棒でこう、さささっとやっていくと、細かい汚れがね、細かいというかな、薄い汚れが残ってくれて、あまりね、くどくない汚れになってくれるんでね。はい、もう十分くどいですけど、はい、こんな感じでね、こっちサイドね、こんな感じですね。はい、だいぶ汚れてますよね。右と左の汚れはやっぱりね、違いますよね。右と左。同じっていうのもね、同じっていうのもおかしいんでね。で、羽がね、ずいぶん飛んでおります。ね、ほんまどこ飛んで、走ってきたんやんっていうようなね、汚れになっております。で、ちょっとね、濃いなと思ったら、まあ、このね、筆でこう、ちょっとサササッとやれば薄くなってくれるんで、まあまあ、こんなもんでいいと思います。あとね、これですね、気になってる、これ。ちょっと待ってくださいね。これね、ワイパーの。ワイパーね。
どうなってるか見ていきましょう。うまくついてるかどうか、ワイパーの後流れ込んでる可能性もあるんでね。いいよ、どうだ、はい、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうかね。これワイパーっぽいですよね。あとね、ちょっと気になるのがここね。あ、ちょっとミラーね。でこのここはね、ちょっとこうはみ出しちゃってるんですよね。これをね、丸く取っときます。ワイパーなんでね、ちょっとはみ出しちゃいましたね。まあ、ワイパーのね、拭き取りきれずにね、はみ出したっていう感じでもいいんですけど。どうでしょうか、ワイパーの型をつけてみました。もっとこう筋つけてもいいね。これあんまり綺麗すぎるもんね、ここだけね。はい、まあいいです。はい、ランチャね、これで完成ということにします。かなり汚しました。はい、こんな感じでどうでしょうか。はい、ということで、ランチャ完成です。はい、かっこいい、できました。あとまあね、手直しもね、できるんで、まあこんな感じでいいんじゃないかなと思います。あとここ、ちょっとね、こう、汚してもいいね。ほこり乗せてもいいね。こうやって。わざとね、ちょっとこう、わざとほこりついとんで、みたいな感じにしてもいいですね。こんな感じ。はい、ということで完成です。最後までね、長時間ご視聴ありがとうございました。ランチャーね、ストラトスピレリーのねシリーズ、これで終わりということになりますが、なんか完成して寂しいな、うん、もっと楽しみたいなっていう感じはするんですが、またね、またラリーカーでやるんで、またその時にでもね楽しんでいこうかなと思います。で、今回シリーズね、最初から最後までね、途中から見ていただいた方もそうですけどね、ご視聴ねいただいてありがとうございました。コムさん楽しんで やれましたね。皆さん楽しんでいただけたでしょうかね。一緒にね楽しんでいただけてたらいいんですけどね。はい、はい、こんな感じで最後までね、完成動画ということでまたありますので、最後までぜひぜひ見ていってください。はい、よかったらですけど、ぜひぜひ、よかったらというかぜひね見ていってください。はいね、最後までこの辺ちょっとこうかすれさせておこうかな。うん、であんまりねこの羽がくどいなと思ったらこれでね撮ってもいいしね。はい、まあ、こんな感じでしょう。はい、ということで、あ、そうそう、いつものお願いね、コムさんのチャンネル登録、どしどしよろしくお願いします。それと、いいねとね、コメントとか待っておりますので、またね、よろしくお願いします。羽根つけるのね、結構ね、楽しんでやったんでね、あっちこっちいっぱい飛んじゃってますね。ピッピッってやるつもりがね、バッ、ペーペーってやるからね、かなり飛んでおりますから。はい。ということで、今日はこれで終わります。また、次のシリーズね、見ていただいて、応援していただいたらな、嬉しいなと思います。それではよろしくお願いします。今回はこれで、さよなら。